こんにちは、スミレーナです。今日は神奈川県厚木市にあります神奈川リハビリテーション病院に来ています。こちらでは筋電義手という義手の訓練に力を入れているということですので、今日はいろいろとお話伺っていきたいと思います。こんにちは、今日はよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。彼女は当病院に通う綾子さん。こちらが筋電義手ですね。彼女が使用しているのは筋電義手。腕の筋肉を動かす際に発生する微弱な電流を感知して動く義手です。物をしっかりと掴むことができ、日常生活のさまざまな場面で活用できます。筋電義手はどう？使いやすい？使いやすい。なんか、本当の手でがあるみたいでいい。そっか。じゃあ今どんどん使いこなせるようにリハビリ頑張ってるんだね。お母さんから見て、筋電義手を使い始めてから綾子ちゃんの様子に変化はありましたか？筋電義手に対して前向きでない時期もあったんですけれども、今は早く自由に使いこなしたいとリハビリに励んでおります。それは嬉しい変化ですね。はい。今後は綾子ちゃんにはどうなっていってほしいですか？綾子のやりたいことを思いっきりやってほしいと思っております。自分の思う通りに手を使いこなせることによって、より一層可能性も広がってくると思いますので、この筋電義手が前に進むいいきっかけになればいいと思っております。そうですよね。では先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。筋電義手は高機能な一方でまだまだ普及していないという課題があると伺いました。具体的にはどんな課題があるんでしょうか？実際筋電義手はですね、日常生活で十分に使いこなせるようになるためには一定期間の訓練が必要になります。はい。ただしこの訓練用の筋電義手というのはですね、公費での補助がないんですね。しかも1本150万円と非常に高いんですね。まして子どもの場合ですと、成長とともに作り直していく必要があります。そのためまだまだ日本では筋電義手が普及しているような状況ではないというのが現状です。こちらの病院ではどのような取り組みをされているんでしょうか？当院ではですね、神奈川県とともに筋電義手バンク、これを設立しまして、多くの方々から寄付金を募って、その寄付金で訓練用の義手を揃えていくことにしました。それによって筋電義手を希望する全ての方々に訓練を提供できるように活動しております。寄付を通して筋電義手について知っていただきたいと考えております。それは本当に素晴らしい取り組みですね。ありがとうございます。筋電義手つけてさ、できることとか増えた？増えるとは思う。あ、増えると思う。どういうことしたい？お盆持ったり、図工でハサミを切るとか、そういうことをしたい。今日は筋電義手が持つ大きな可能性を感じることができました。筋電義手を希望する全ての方が使用できる社会になっていってほしいと思います。これからも神奈川県の取り組みを応援しています。詳しくは神奈川筋電義手まで。